八女市常陽町で、お茶の生産販売を行っています、おぼろ夢茶坊の熊正弘と申します。父母、私と妻の4人で、経営をしております。煎茶を主に、玉露、紅茶を、販売しております。茶市場を中心に、県内外の、茶商さんへの、原料の卸しを、まあ、7割程度、販売の方をそれ以外の、のでやっています。来月、4月ですね、4月の中旬から、一番茶の摘み取りが始まるんですけれども、大体6月の中旬の2番茶ぐらいまで、生産がずっと続いていく形となっております。氷を徐々に、増やしてはいってるんですけれども、玉露を中心、頂点として、上級煎茶から普通煎茶、下級煎茶という感じで、全ての、お茶が揃うように、ラインナップをしております。こういう形でですね、商品化しております。はい、こういう氷をですね、始めてからなんですけれども、やっぱり、八女といえば、玉露ということで、7年ほど前から、玉露の生産を始めまして、フラッグシップとしてですね、ラインナップに加えております。すべてが手作業になるので、なかなか大量生産はできないんですけれども、その中でですね、うちの商品のブランド作りというか、ということで、全国の品評会等に出品をして、さらなる、お茶のブランド力を強化しております。SNS に関してなんですけれども、先ほど4人、家族4人で経営しているって言ったんですけれども、実はもう一人いまして、関東在住の女性で、身内になるんですけれども、彼女に販売を主に担当してもらってるんですけれども、その中で私が発信できるものとして、畑のでの苦労であったり、季節であったり天気であったり、そういう、現地でしか伝えられないことを私が、主にアップして、そしてやはりお茶というとですね、普通の他の作物とちょっと違うところなのかなと思うんですけれども、やはりですね、1年間を通して楽しめる、作物なので、お茶だけで楽しまれる方もいるんですけれども、やはり、味であったり、食べ物であったり、お菓子であったり、それに、添えるものというか、一緒につけるものとして、お茶が使われることが多いので、実際ですね、その消費者目線での、アップの仕方というか、を彼女に、任せております。だから SNS のアップに関しては、分業的な感じで、今、取り組んでいます。使っている SNS としては、Facebook、Instagram を主に、Twitter では、少し販売部門を、として、利用しております。利用の仕方としてはですね、興味を持って、ファンになってもらうっていうところを中心にですね、実際、畑の方に足を運んでもらえるような、入り口になればいいかと思って、やっております。
どちらかというと、まあ、ビジネス的なことよりも、まあ、気持ちや考え方を伝えれるようにしています。そうですね。まあ、こういう分業的な感じで、SNS を使うことによってですね、私はもう本当、お茶作りに専念できるというところが一番今、いいかなと思ってるんですけれども、やはりですね、そういう消費者的な立場でまず SNS でアップすることで、まあ、興味を持ってもらって、その後にやっぱり、好きになってもらった方が、次やっぱり畑を見たいとか、品種が、どんな品種があるのか、まあ、どういう人が作ってるのか、そういう、ね、その、実際現地に興味を持ってもらえれば、SNS の使い方としては今からいいのかなと思っております。まだ始めたばかりですので、なかなか、ね、結果が出てるわけでもないしですね。ただ先ほどお話にあったように、ね、ファンになってもらえる方を一人でも多く作れればいいと思っております。今日はよろしくお願いします。